こんにちは、ベンジです。ニーディーガールオーバードーズの続きをやっていきます。前回欲しいものリスト作ってコスチュームを中に入れたっていうところですね。で、これはやっぱダメかな。秘密のこと、ドットテキストはやっぱり見れない。じゃあネタ探し行くか。インターネットストレス下げたいな。原宿行くか。原宿好きそうね、この子。行こう。よし。あ、一瞬で終わるんだ。あ、で、ポケッター。美術館に行ってきたよ。超天ちゃんはね、印象派が好きなんだ。ちゃんと覚えておいてね。原宿の美術館。起きてうつっぽい時に見える霧がかかったような景色が美麗な絵画で表現されているのが嬉しいんだよね。私が見ている世界も視点によっては芸術になるんだなって。なるほどね。それ深いね。深いわ。また遊びに行こうね。もちろん。可愛くない。 OK。 あ、可愛い。自分の顔のスタンプ持ってるよ、この子。よし、行こう。今すぐギューして。ラブフォーエバー。完全な球体、かわいい。めっちゃかわいいよこれ。よし、じゃあ配信しよう。何すっかな。あ、これできないんだ。ネタをし、っていうかネタ仕入れられそうだったんだけど仕入れられなかったってことか。これほら、新ネタ発見の予感だったのに得られなかったんだよ。じゃあこれネタなくなったら配信できなくなるな。どうすかな。エッチな配信やっとく。いや、ストレスマッハだよマジで。ジョジアニメにしよう。皆さんが見たがってるのは分かってるんですけど、そのうちやるとは思うから、ストレスがもっと少ない時にね。このオープニングはね、何回見てもいいね。可愛いし。ポチッ。初見。みんな友達、みんなオタク、超てんちゃんだよ。ああ、メガネかけてる、いいね。今日は何話すの。顔がいい。大きなお友達のみんなはジョジアアニメ大好きかな。子供に混じって土曜日曜早起きしてる。朝起きれない。あ、拾っとくか。録画してる。録画して見てんのやべえわ。大きなお友達です。ヒーローの方も見てるの。あ、いいね。こっちの方が好きなの実は。私もね、まだ天使見習いで孤独だった時代、ジョジアニメ、ジョジアニメの素晴らしさってやっぱり純粋さだと思う。うん。夢見る女の子たちが、将来とか恋とか自分のためにひたむきに前向きに頑張る姿。こういう話してくれる子なんだ。いいね。これかなり好感度得られてる。女の子大好き。ブヒヒ、ジョジアニメ大好き。もちろん辛いこともあるけれど、それでも夢を共にする友達や家族に助けられて、見ていると私のちっぽけな悪い感情がみるみる浄化されていく。だから好きなんだ。綺麗になるよね。私ジョジだよ。これ拾おうよ。わかる。画面の前のオタクのみんなにもこんな純粋な心があったと思うと涙が出るね。ある意味今も純粋だよ。コメント読みます。ヒーローの方も見てるの。ライダーのことね。もちろん見てるよ。今度ベルト見せてあげるね。わーい。私はジョジだよ。嘘つけっていう。あ、自分をジョジだと思い込んでる大きいお友達だ。そうだね。おつー。女の子に生まれたからには誰でも一生は一度に夢見る神アイドル。超天ちゃんもいつかそうなれるように頑張るね。あ、フォロワー結構増えたね。ジョジアニメのアーケードゲームやってた時、出てきたレアカードを後ろに並んでたジョジがめっちゃ見てきて、しょうがないから譲ってあげるしかなかったことある。今思い出すとめっちゃムカつく。私の金で手に入れたんやぞ。いや、まあまあ、そんなんでイライラすんだって。それはね、あげなよ。よし、次の日。オタクからコスプレ衣装着た。ドンキの安いやつと違う。マジ？あ、最高か。
ツイートなんだ。ポケートじゃねえんだ。欲しいもリストから衣装が届きました。早速着てみたよ。服買ってくれたらそれ着て自撮りするね。ありがとう。かわいい。チャイナメイド服だねこれ。なんか珍しいね。かわいい。ああ、ちゃんとお団子をつけてるしね。チャイナ風のメイド服。これ着て制したら怒られるかな。怒られるよそれは。バレたらね。バレたら怒られる。どうすかな。原宿得られなかったしなネタ。ストレス下げるの結構大変だな。大変なんだね動画配信者って。ストレス溜まるんだね。よし動画見よう。あ動画でも前も見たな。あでも死んでしょ。あ事前告知しとくか。ポチポチと。人をダメにするソファー買おうかなって思ってるけど、これ以上ダメになったらついに人間の形すら保てなくなっちゃいそう。あこれでもフォロワー増えるわ。翻訳指輪ってあんじゃん。めっちゃ高かったけどさ、今日買ってきたんだよね俺とお前の分。うわキモ。陰謀論っていつ見てもワクワクするな。おいいね陰謀論。ネットロアの次はこれだ。ネットのみんなが信じたりバカにしたり戦ったりしていて、陰謀論は陰謀論であるんだ。オタクになるのは仕組まれたことだった。みんながネット、調べてるだけで全然飽きないよ。でもさこういう深入りしているうちにいつしか本気でそういう思想になるかもだよね。好奇心は猫をも殺すってか。確かに本当にそうだよ。あなたが深淵を覗くとき深淵もまたあなたを見ているみたいな、そういう話だよね。狂人のふりしてたらそのうち本当に狂人になっちゃうもんなの人間って。精神科の先生が一番精神病になりやすいんだって。気をつけないといけない。あ大丈夫、アメちゃんに限ってそんなことないから。私は世界一理性的な女です。ピの前だけはバカになっちゃうけど。ということでネット受け抜群な陰謀論を配信でもやっていこう。最高か。完全な球体来たもん。これ好きだもん。かわいい。夕方に進む。なんかのネタなのかなあれ。聞いたことないけど。人生どうでもいいだばし。それな。それなって使うやつ一番嫌い。それな。可愛くない。それな。ちょっとおちょくってやる。じゃあ、ちょっとストレス下げないとやばいわ。エッチなことするか？あ、ちょっと待って。あ、配信チャンス逃しちゃうんだ。ダメだわ。でもさ、ネタに、これも配信チャンス逃しちゃうよね。夜まで寝る。お薬は。ああ、全然下がんないんだよな、お薬じゃ。動画見るの方が下がるじゃん。あ、お出かけ、お出かけ、行こう。ネタは、配信チャンス逃す？だって今まだ夕方でしょ？あ、時間かかるってことか。あ、エゴサで、ストレス上がんないってだけか。どうすかな、どうすか。お薬はダメ。ゲームね。いや、やっぱこれが一番ストレス下がるね。でも配信は、ちょっと10日まではね、ガンガン配信やっていかないと多分ゲームオーバーになると思うから、家賃払えないはまずいよな。動画見よう。かわいい。恋愛映画大好き。こんな素敵な声がしたくなっちゃう。いつか頂点ちゃんも映画みたいな声する時が来るかな。頂点ちゃんのファンアート買うために彼氏くんからペンタブ買ってもらったの。うぜえ。恋愛ものってシャレ臭くて、映画館まで行きたくないけどピと2人で笑いながら見るのはハマっちゃうかも。中高生なら素直に楽しめたのかもな。ああ子供に戻りてっすわ。好きなことを楽しそうに話している動画っていいよね。それで、それで見ていて学びもあればなおいいよね。やっぱりインターネットのいいところって学校で習わない変な知識で溢れていることだと思うの。
私はろくに学校行ってないけどね。そうなんだ。エンジェル生活、オタクとは。私もバカで低学歴でハゲでメンヘラの私なりに興味あることについて調べた知識を喋ってみたいな。もうあれじゃん、もう自分のことすごい下げすぎだよ。だから承認欲求が高いんだろうけどね。よし、オタクの好きそうな話解説してみるぞ。まずはオタクについてかな。これについてはいろいろ読んだことあるからね。やるぞ。最高か。早くない。よし、夜に行こう。お、アメちゃん結構頑張ってない？もうゴールしてもよくない？ダメは無事死亡聞いてないかわいい。じゃあ配信するか。ネットロア行きたいよ。ネットロアないか。その陰謀論で行こうよ。いやー、ストレスやべえ。陰謀論行こう。これはね、飛ばさない。かわいい超天ちゃん。ジェルバンはこの世界を牛耳るフィクサー、超天ちゃんだよ。初見です。来た来た。これを待ってた。みんな陰謀論好きかな。私はそういうの好きでよく調べちゃう。見てるよ。わかる。オタクが好きなやつ。なんか最近アンチコメあんまり来ないな。陰謀論ワクワクする好き。なんか後ろなんか出てきたぞ今。クマが出てきたよ。超天ちゃんも好きなんだ。これからたまに私が好きな陰謀論を紹介していくね。陰謀怖い。お、なんか出てきた。あ、わかったわかった。これあれだ。スパチャでなんか投げてんだ。ギフトね。今日はね、オタク文化陰謀論説。あんまり飲み込まないでね。マニアック、絶妙なチョイス。これは実はオタク文化が自然発生でなくて、フルイメイソンが広めた陰謀だぞって話。絶妙なチョイス。なんだっていいね。あれいるじゃん。マガジンの。怖い。日本人をオタクにして愚かにするための陰謀らしい。ぶっ飛んだ説だけど、もしそうなら大成功だよ。そんなまさか、こういう話好き。この路線で行くの？俺はオタクじゃないぞ。あは、じゃあこれを見てるみんなすっかりフリーメイソンに騙されてるわけだ。超天ちゃんになら騙されてもいい。買おうよ。このジャンルもあり。続けたらやばい配信者になりそう。大丈夫、オタクになることが仕掛けられた策略でも、おかげで天使と出会えたんだからね。毎秒救済して。読むぞ。陰謀論ワクワクする。好き。ワクワクするよね。でも本当に世界が敵に見えたらすぐに病院に行くんだぞ。わきまえてる。陰謀怖い。怖いか？ネットで真実に気づく前に回線切って外で遊んだ方がいいぞ。わきまえてる。かなり。めっちゃ増えたんだけど。7000。この広いインターネットで唯一の真実である超天ちゃんに出会えたもんだもん。胸を張って私を押しまくりなよ。みんなは、私はみんなを決して騙さない。裏切らないからな。超天ちゃん大好き。超天ちゃんのこと考えながらお薬飲んだよ。怖え。これあれだね。女の子だね。これもニーディーガールだよ。この子も。すでにこうして裏垢が存在してるんだけどね。やっぱ裏垢なんだね、これ。まあこれがバレない限り、オタクは永遠に幸せはなのは本当だよ。バレなきゃ犯罪じゃないんだ。世界はこうして成立しているんだね。まあそうなんだけどさ。なんか今回早かったからもう一日行こうか。7日目。なんか BGM が怖いんだけど。私がもし全て投げ出して消えちゃったらどうする？どうもしないか。アメちゃんの SOS に気づいてね。 OK。怖っ。これストレスだな。ストレスが高いからちょっと危ない音楽になってんじゃない？闇戸ではないよね。ちょっと今さ、フォロワーに余裕あるから、あ、ゲームできる。これさ、昼だったら、あ、大丈夫だ。昼から夜って書いてる。なるほどなるほど。だから1つ時間が進むのと2つ時間が進むのがあるんだ。じゃあちょっとストレス下げるために、しょうがねえな、しょうがねえな。
わあ。ピョッピョッピョッってなってる。超絶才川天ちゃんはいつまでもみんなのアイドルだからね。私もみんなを裏切らないから、みんなも超天ちゃんだけ見て いてね。新生活に入って初めてやることやってきた。気持ちよかった。心まででなく体の相性までぴったりなんてね。それかアメちゃんが P 専用に染められてるのかな。なるほどな。どうだ、あ、曲戻ったかな、戻ってないか。スパチャ代でアダルトグッズ買いに行くか。 OK。 まず家賃払わないとダメだからね。じゃあ配信するよ。じゃあ、うわすげえ、これやべえわ。80までいっちゃう。じゃあオタクとはにするか。一番ストレスかかんない。いい。私の動画はあのオープニングないですけど、こういうの作った方がいいかな。なんか作ろうかなと思ったこともあるんだけど、まあ今のところいいかな。うわゆっくりだった。超天ちゃんの配信を見てくれるオタクくんたち、オタクの定義って何かわかるかな。かわいい解説助かる。超天ちゃん、超天まんじゅうだ。いろいろ調べたんだけど、私が好きな本に漫画やアニメなどサブカルチャーの愛好家、ある趣味や物事に強いこだわりを持つ人、オタク肝だって。つまり森スパチャで言うなってな。オタクにすら なれない半端者の俺が登場。俺もオタクってこと？そうだろう。他者には理解できない虚構の世界に浸り、社会性を欠く場合もあるだって。虚構って何？難しい単語。ネットに社会性あるやついないよ。俺はオタク、僕のことじゃん。ちょっとこういうの消してみる。ダメか、オタク怖。私この解釈は好きだな。こだわりのために社会性を犠牲にする不器用な生き方もありだよ。まあ確かに天使だ。どうせみんな社会性なんてゼロなんだから、細かいこと気にせず好きなもののために生きようや。確かに社会怖い。超天ちゃんもオタク？みんな超天ちゃんの配信を見ている間は遠慮なく虚構の世界に浸ってね。わかった、素直。言われなくても浸ってるよ。こういうこと言ってくれるから好き。いやめっちゃいいファンばっかりじゃん。消すもんがないよ、コメント。ストレス下げてやりたいね。俺もオタクってこと？そうだよ、だって私の可愛さにすっかり取り込まれちゃったでしょ。まんじゅう可愛い。同じオタク同士仲良くやっていきましょうね。超天ちゃんもオタク？私もオタクだけど、どんなオタクかこれからの配信で知っていってね。でもマルチすぎるよな。マルチオタクだよこれ。やったー、1枚いった。ちょっといつもとテイストが違う配信だったけど、どうだったかな。超天ちゃんは社会性がない、みんなのことが可愛くて仕方ないから、どんどん堕落していこうや。じゃあ交換しよう、配信について教えてあげるよ。キモ。いいんだよ、社会は社会性があるやつだけが あればさ。私たちはどうせ虚構に溺れるアホアホなんだから、好きなだけ幻を見て浸っていた方が幸せなんだよ。いやでもね、その虚構の世界もそれはそれで社会だから、そういう社会なんだから、それはそれで社会性なんだよ、ね、いいと思う。別に恥じることはねえ。じゃあ明日に進みます。今日はここまでね。うわっ、わーって言った今。怖っ。フォロワー数が1万人になったから記念配信しようか。1万か、確かに区切りのいい数字だけど、キリがいいだけだよね。そもそも数万なら昔の自撮り垢で超えてたし、顔だけでたどり着けるラインだからね。これから最強になる私たちにとって通過点に過ぎない。それな。これから始まる天使伝説の第一歩、オタクたちから盛大に祝ってもらえますか。おお、記念配信虹色なんだ。それな。ああ、既読無視されたわ。じゃあ今回ここまで。次回に記念配信やりますよ。記念配信やって家賃払うとこまではいくね。金の概念はないね。金はないけど収益化できたから、これでもう払えますよってことなんだな。はい、じゃあ次回ちょっとストレス下げるところをちょっとね目指していきます。
はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。